仏教大学は志願者源だが、じゃあ、京都立花大学はうまくいっているのかという話をしたいと思います。えー、京都立花大学、まあ、京都立花女子大学という文学部の短科大だった時代に比べれば、ご覧の通り大成功している大学で、まあ、京都において共産・流国の次というポジションは確定したと思います。えー、国際英語学部、文学部、発達教育。 経済経営、公、看護、健康科学ということで、まあ、理系も含めた総合大学として大きく成長しました。で、えー、一般選抜の志願者数競争に関して言えば、まだ受験の最中ですから、触れませんが、まあ、今回ですね、仏教大学が一般選抜で大こけしているということで、じゃあ、京都立花ウハウハ1人勝ちなのかなというのは、何で判断するかというと、志願者数じゃないですね。あの 一般選抜や共通テストで入学した人の比率です。なので、まあ、京都立花に関して言えば、去年の数字になりますけども、そこから調べたところ、ご覧の通りでございまして、入学者のうち、一般で入っている人が3割しかいないことが分かりました。学部にもよるんですけどまあ、おおむね3割ですね。7割型推薦で年内に入っていると。これってもう、志願者数いくら多かろうが関係ないんです。なぜかというと、まあ、志願している人はいっぱいいるんだけど、 入りたい人はいないんですよ。流国や共産に受かればみんなそっちへ行くんです。当たり前ですね。ということでございまして、で調べたら、仏教大学も、えー、今年の春ですね、1541人の新入生のうち、一般で入った人482人しかいなくて31.3%。で、京都・立花も同じような状況で32.3%。7割は推薦で取っちゃう。でも、例えば、7割推薦で取っちゃう大学であっても、大手門学院とか関東学院みたいに、 受験業界から見て、上位大学の滑り止めで受ける大学っていうポジションが確定している大学っていうのは、えー、一般選抜の志願者がごっそり確保できてるんですね。入ってくれませんけどね。で、一方、今回、仏教大の激減っていうのは、そもそももう一般で行く大学じゃなくなってる。えー、京都とか滋賀県では、参勤物流なんて言われてますけど、くれぐれも学問内容の優れてるかどうかという話ではなく、 一般選抜で受験する大学として、常に仏教大は外れてるんですね。なので、京都や滋賀県の人であっても、参勤物流と言ってはいけない状態です。とはいえ、港南大行かないでしょうけどね、遠いから。京都や滋賀県の高校の序列はおそらくこうなってるだろうという私の予測です。所詮部外者ですから、京都で詳しい人、補足してください。まず、いわゆる上位高校。まあ、上位高校といっても、 大に入れるような高校の話は抜きです。あくまでも私立大学にに入りたいいい。話という,ふうに考えてください、えー、まず、上位高校、年内推薦、いわゆる学校推薦型選抜、公募制推薦なんてものは認めんぞと。とにかく、一般選抜や共通テストでカンカン同率を受けろ。これが上位高校です。で、まあ、カンカン同率、落ちちゃったら、共産や留国に行けと。もちろん、これは一般選抜、共通テストですね。これが上位高校です。 で、我々、古い世代の人間は、大学受験は全部の高校がこの競争に挑んでるって思い込んでるんですね。でも、これは違いますと。今時、こんな、カンカン同率を受けろ。ダメだったら参勤交流に行け。なんて言ってるのは、上位層の高校だけ。で、次、中位層の高校。ここが問題なんですね。中位層の高校では、もう、京都でもぶっちゃけ同志者は諦めてます。立命は一発逆転が出る。で、現実的には、 えー、もう一般選抜じゃなくて、年内の公募制推薦、学校推薦型選抜で共産や留国を受けろ。共産なんかはかなり取ってますからね。これが主戦場です。注意高校は本音では、もう立命はダメだけど、共産、留国は入りたい。人によっちゃ関西大も挑戦はする。近大はちょっと遠いけど、人によっては受ける。まあ学部ユニークなとこありますからね。ということで、注意高校は公募制推薦で共産、留国を受けろというのが主戦場です。 でもみんなは受かりません。で、受かんなかったら年明けに一般で共産留国を受けろ。これが注意高行です。で、落ちたら京都立花か仏教大へ行け。これが落ちなくなってると。一般選抜で受けて、共産留国に拾ってもらえるんだと思います。だから仏教大の一般選抜が激減してるんですね。公募性推薦でダメでも、一般で共産留国受かるからです。注意高校は。ということで、この 落ちたら共産留国っていうマーケットは存在してるんだけど、共産留国は落ちないので、もう京都立花や仏教大に行く必要がない。これは今後、極めてこの傾向が強まります。だって、18歳人口が112万人から80万人になったら、間違いなく共産留国は全入です。全入だからダメというつもりはありませんが、そうなっちゃったら、留国共産から下の大学って存在するんですかっていう次元になっていくんですよ、18年後。 まあ全部が消えるわけじゃないですよ。だけど、まあ、その一般選抜の志願者数を一定数集めて倍率が3倍とか、そういう時代は遠い彼方になるでしょうね。そして、じゃあ開校校は、京都立花や仏教大を一般選抜で受けまくるかって言ったら、ありえない。この層はもう、進路指導が指定校でどっか行けですから。なのでいわゆる共産 じゃないやだから、京都立花とか仏教大以下の大学で、いい大学、京都いっぱいありますから、そこに年内推薦で行けば良いので、別に京都立花や仏教大にもうこだわらないわけですね。この層は。ということで、上位高校はそもそも受けてくれない。中位高校は共産留国に全部取られる。で下位高校は、そうは言っても仏教大や立花が指定校をばらまきまくるわけにもいきませんから、 一定数は年内推薦で取れる。だから、立花も仏教大も今や7割推薦で年内に取ってるんですね。でも、ここまででしょう。より下の大学から全部、ま、こうね、かき集めるみたいな戦い方はちょっと辛いんじゃないかな。ということで、実は、開校校も来ないんです。落とされる一般や公募制推薦を受けるわけないからです。というあたりで、一般選抜市場は極端に縮小していくだろうと思います。今後、 高校や受験業界から、特に上位高校や予備校行ってまで一般で大学行こうっていう受験のマーケットの方から見ると、一般選抜で行く大学ではないと脳を突きつけられた大学は、一般選抜共通テスト志願者数は激減していきます。京都では、流国共産が最低ラインになる。その一般選抜マーケットではですよ。で、そうなると、今ですら7割推薦で入ってるわけで、 状況をやっぱり10年、20年先を思うと本当怖いですね。一般で受けてもらえる大学って認めてもらえた大学との学力格差っていうのは果てしなく広がっていくんです。まあ、あの、就職は悪くないと思うんですよ。若者の人数が少ないですからね。でも、受けてくれる高校が一般選抜を諦めた高校だけになっていくんじゃないのと。まあ、高校も生き残り必死ですからね。というあたりで、正直に言うと、京都立花の現状は危ない。 と僕は思います。くれぐれも教育、研究、就職の話ではありません。入ったら良い環境なんですよ。じゃあ何が危ないかっていうと、一般選抜で有名次第に行こうっていう高校が、すでに立花はない。という暗黙の動きをしてませんかと。それは7割推薦で取っちゃってる仏教大や立花の、まあ、はっきり言うと自爆なんですね。だけど、もう流国共産のような、 一般選抜や公募制推薦で学力競争に参戦して落ちた子を取るっていう戦い方はとっくにできなくなっています。そういう中で、そうですね、でも首都圏や関西って総合型選抜でユニークさを出して生き残るみたいな、まあ、オービリンシステム、関西では通じない、阪急も頑張ってないし。というあたりで、えー、仏教大学は厳しい状況ですけど、じゃあ、京都立花はウハウハかというと。 同じぐらい厳しいと僕は思いましたもちろんどちらも良い大学ですから私は応援しています